超うまいっすわ。マジただの男の食事風景。リハールをご覧の皆様、ヒップホップ飯第3回目ですね。ここ池袋にやってまいりました。こちらは自分がすごい通い詰めた本場四川の激辛担々麺、汁なし担々麺が味わえる、ここにしかない味だと自分は思ってるので、ぜひ紹介させてください。自分もともと池袋に最初上京した時に住んでて、で今から行くお店の近くにあった池袋ベッドっていうクラブがあって、そこで自分結構音楽始めるように、本格的に始めるきっかけになったんですけど、まあ、そういう街の結構カオスな街で、池袋自体が、池袋の中で印象に残ってる一番思い出す店で、通ってた店でもある中華がこのヤンっていう、池袋にある中華家庭料理ヤンは、汁なし担々麺や麻婆豆腐、手作り餃子など本場の四川料理が味わえます。数々のテレビ番組や数多の雑誌でも紹介されるほどの人気店なんです。やばい店があるっていうことを人づてで聞いて、でなんか調べてみると、いろんなすでにメディアとか出てる有名店があって、その割になんか敷居とかそんな高くなく、3、40回も行ってますよね。あざっす。これ超うまいんすよ。ちょっと酸味があってニンニク効いてて、すげえ食べやすい。これきゅうり界で一番最強のつまみっすね。いただきます。うん、これ超うまいっすわ。とりあえず初手でこれ頼んで担々麺待つみたいな。あざま、これっすね。これ食い方にちょっとルールっていうか流れがあって、すごい簡単なんですけど、そこから本当にそこから混ぜ返す感じで、タレがもう完全にこの下にあるんで、薬味を散らせながら混ぜるのが正しい食い方だそうです。これ食欲が一口ずつにマジで煽られまくって、最初食った時そんな辛くないんですよ。なんなら多分もう辛すぎて、辛って言ってもしびれる、なんかこうまあみたいな、山椒のインパクトが強いですけど、最初気づけないんですよね。だいたい3口目ぐらい食うと、だんだん徐々にこうベロがあれっていう、普段と違うなってくるんですけど、ここでちょっとやべえな、辛いなってなってきたらちょっと逃げるみたいな。マジでただの男の食事風景なんですけど、ナッツとかひき肉とかこれ青菜とかでいい感じにカモフラージュされてるんですよね。だから味覚的には辛とはなんないんですけど、辛いものちゃんと入ってるんで蓄積していくっていうか、今もうちょっと湿ってるっすね。熱くなってきた感じ。ごちそうさ、ごちそうさ、ありがとうございます。ありがとうございます。また食べに来てください。行きます。また行きます。
池袋ヤン、間違いない刺激を求めにぜひいらしてください。ごちそうさまです。